はい、どうも。はい。えー、北朝鮮はアホですね。まあ、十分、80発も撃っちゃって、自分自身の手足を思い出るようなもんだと思うな。まあ、そんなアホはほっといて、えー、今回は、えー、スパの記事ですね。日本人が世界一時間をかけている無駄な仕事、改善が進まない日本特有の原因。時代は価格を安く抑えるコスパ重視の価値観から、 効率性、性利便性を追求する,求するタ,イパタイムパフォーマンス重視の社会にシフトしているというだが日本の現状は程遠い時短術を極めたスペシャリストにその原因を聞いた米ソフトウェア大手 Adobe が先進7カ国を対象に行った調査によると勤務時間のうち脱務にかける時間は日本が最長の35.5%だった 1%, 1は年間20時間に相当し日本は一番短いニュージーランドの29.7%より概算で160時間も多い労働生産性の低さの一因だだがおすまきながら日本でも多くの企業がデジタルトランスフォーメーション推進に取り組んでいるのではなかったのか早くか日本の労働の非効率を問題視してきた組織変革ラボ主催の沢渡天根氏は軽く一周する デジタルトランスフォーメーションの旗振り役の官公庁からもいまだに確定申告や年末調整で膨大な紙書類の提出を求められ国民の時間や気力を奪う一大行事になっている意欲ある起業家が上場しようとすると登記・許認可・届出手続,き手続きなど事務作業が莫大に増え利益を全く生み出さない仕事国庫に棒札されてしまう。 事務作業大国日本と呼ぶ,呼ぶべき有識事態です。改善が進まないのは日本特有の原因があるからだ。解雇規制が強すぎて首を切れない社員に企業は何もさせないわけにはいかない。こうして無駄な事務作業が彼らの仕事となり雑務は温存されている。雑務が主業務のようになってしまった日本では時短は不可能なのか記事は以上です。うん まあ,あの効率的、ねうん、っていうことは私はあんまり好きじゃないんですけれどもねえー、とあまりにも効率的効率的っていうあのね <laughs> そういったことを言う人に関してはあの効率的っていうのはえー、と行き着く先が目標が決まっててそれに最短で行くのが、うん、えー それがあのコストパフォーマンスが最も良い,いって状態なんだから、それを人生に置き換えたときに、人間が生まれてきて必ず迎えるものはなんだって言って、効率よくそこに行けよって思っちゃうんですよね。はい、まあもうね、もうこれはもう自分でも暴論だと思ってるんですけど、あまりにもコスパコスパって言ってね、あのはい無駄無駄無駄って切り捨てる人間を見てるとね。うん。 じゃあまあね、お前の大事なところの欠陥でも切ってればいいだろうとか思っちゃうんですけどね、他人に共有するのは違うだろうっていうふうに思います。はい。そういう、まあ、こういうふうにね、あの、えー、最後記事が時短は不可能なのかっていうふうに締められてますけども、うーん、まあ、不可能ではないだろうっていうので、ただ単に、あの、えー、みんなの視野が狭いのかなっていうので、視野は狭いっていうのか、あの、 なんだろうな広げることはまず不可能だとは思ってるんですけどもまああとね10年20年も経てばそういったね終身雇用であの介護規制の恩恵を受けてきた人が、えー、どんどんあのいなくなるからまあそれに関してはねあの企業ももう限界でしょっていうそういうあの介護規制のおかげで。 え何もさせないわけにはいかないっていうふうなあのの企業からすれば、えー、首を切りたくないっていう人でももうあの会社が多少の損を被ってでもうん首を切れる状況にしないとあもうダメだろうっていう風なねそういった時代にいずれなるだろうっていうことですね。現時点ですぐには無理だな っていうあの45歳定年制を言い出した企業に批判がものすごい殺到したからねっていうそういうふうにまあ雇用の流動性っていうのをねあの認められないのでねあそれにあの切ったら切りっぱなしで失業率を高めるだけ高めてあとはほっぽっとくだけじゃないのっていうふうにねあの政府に対しての信用もないですからね。 そういう意味ではあのすぐに時短は無理だろうっていうのはそれはありますけれどもねただ目の前の自分の生活にあの火の粉がかかってくるんだったらまあね、うん、例えばまあ確定申告とか年末調整とかをもう会社じゃなくて個人でやってくださいってなったら。 一気にデジタル化が進むんじゃないかなっていうふうにも思いますね。<laughs> うんまあ、ねしかしまあに一番短いニュージーランドでも雑務って29.7%あるんだそうなんだっていうでまあ日本が35.5%で一番長いっていうんだけどもうん労働生産性が高くなったからって 結局、あの、その高くなって、あの、そこに新しい仕事をねじ込むんだったら、ただ単に心の余裕を奪うだけっていう結果にもなりかねないから、それだけでね、うん、無駄な仕事を切ったら全員が幸せになれるのかって言ったら、それは違うと私は思います。はい、今日は、えー、日本人が、えー、無駄な仕事に時間をかけているといった記事の紹介でした。本日はここまでです。 無駄なこと大好き